今ね、本を借りて、杏林堂で柿ピーを買って、安いね、マックスバリューブランドのね、安い柿ピーがあるんでね、売ってるんでね、杏林堂はね。まあそこで買ってきたと。まあでも本当に暑くなったというか、まあすっかりね、雨が止んで、晴れて、暑くなったような感じなんですけど。また夏になるのかな。寒いぐらい、寝てて寒いぐらいだったんだけど。何の話をしましょうかね。ヤクルトおばはんがね、ヤクルトおばはん一生懸命働いてね。ここは何があったんでしょうね。緊急事態宣言でね、まだね、やっぱりね、人は少ない。街の中ね、変哲百貨店もね、人が少ない。これでまた延長みたいなことを言ってたからね、静岡もね。本当に。商売してる人たちは大変だろうね。大変な人もいるだろうね。大変じゃない人もいるのかもしれないけど。やっぱマンションに近いところは防音壁つけてるんだな。コルクが落ちてる。何か喋らないとっていうか、何か喋ろうと思っても、その喋ろうと思ったことを忘れちゃうんだよね。何を喋ろうとしたんだったっけ。このママチャリドライブレコーダーをつけているっていう話もしてもいいんだけど、なぜママチャリドライブレコーダーをやっているのか、ね、要するにこれが仕事だということなんだよね。仕事中ですよ今みたいな。その仕事としての証拠を残しているというね。ああ、そうそうそう。今、その、ネオバンクっていう、今度ね、オンラインバンクっていうの？ね、ネットバンク、オンラインバンク。でも、その中でも、今度はスマホバンクって言ってもいいんじゃないかって思うようなね、スマホでなければ、対応、要するに、何もできないみたいな、
スマホだけでの対応ですよみたいなね、ネット、インターネット、ブラウザーのホームページ、ね、ブラウザーでホームページ開いて、で、いろいろとね、操作できるっていうような、ネット銀行っていうのがね、今までね、主流だったんだけども、主流というか、まあ、ネット銀行っていうのがね、あったんだけども、今度はスマホバンクって言った方がいいんじゃないかと思うような、要するに、パソコンのブラウザーからでは開けない、スマホのアプリバンクか、アプリからでないと、対応しないというような銀行口座が出てきたのよ。そのネオバンク、これはちょっと驚いちゃったね。まあ、住信 SBI 銀行だったっけ。名前をちゃんと覚えないんだよね、俺の場合、本当。それがね、よく、指摘されるんだけど。まあ、ネオバンクで検索すれば出てるからね。まあ、その T ネオバンクとか JAL ネオバンクとか山田ネオバンクだったっけ、山田電機だったっけ、何だっけっていうような、要するに、口座、支店口座っていうのはあれがあるのよ、口座が。そこの口座開設、支店か。その支店に口座を開くと、1ヶ月 10% の利子がつきますよと。定期預金だったっけ ?1 ヶ月もので 10% の利子、年利 10% ね。まあ、年利 10% つっても1ヶ月限定だから、1% に満たないのか。区域が区に、0.8% くらいかな、もらうのは。12ヶ月でね、割るとね、1ヶ月だけだと。だから、8000円。100万円入れて8000円。1ヶ月で。ぐらいの計算なのかな。利子が。まあ、それでもすごいよね。たった1ヶ月だもんね。で、限度額が100万円。ずるに100万円以上は預けられないっていうね。そういう、まあ、キャンペーンをやってるんだよね。でも1ヶ月100万円入れて8000円もらえるんだったら、これはいいなと思うんだけども。ただそれが、要するに、ネット銀行じゃなくて、アプリ銀行だから、そのアプリをダウンロードしてインストールしなきゃいけないのよね。で、ダウンロードしてインストールするっていうのはもう、その T バンク、とか、あ、T ネオバンクか。T ネオバンクとか、JAL ネオバンクとか、ねえ。あとなんだ、ヤマダネオバンク。それぞれみんなアプリが違うのよね、見たらね。だから3つ、その、それぞれの支店に口座を開設するとなると、3つのアプリをダウンロードしなきゃいけないという。で、3つのそれぞれのアプリをダウンロードしてインストールして、それぞれの口座開設を申請して、100万を入れると。まあ、単なる手間なんだけどね、インターネットだけで口座開設できるアプリだけでね、スマホのアプリだけで口座開設できるみたいな感じだから、要するに書類うんぬんかんぬんじゃなくて、まあ、免許証を撮影して、顔を撮影してみたいな感じでね、やるだけで済むと思うんだけども、まあ、それをね、3つともスマホにダウンロードして、いやいやいや、スマホ、ね、いっぱいいっぱいになっちゃうでしょうみたいな。これもうまたスマホ買わなきゃいけなくなってくるでしょうみたいな。まあ3つ
3つね、解説して3つにしてもらって、8000円を3つとして、3波24000円、3波24000円だったらスマホ1台買えるかもしれんな。スマホ1台買えるかな、買えるかもしれないなっていうよりも、あ、買ってあれか、楽天バンクで、また、楽天バンクじゃない、楽天モバイルで買って、で、1ギガ未満で使ってればいいわけか。いや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 、すごいな、この世の中。すごい世の中になってきたな。そうすればお金1円もかけないでいい。スマホもう1台持って。もうそういう金融関係のスマホ1台。みたいな。すげえな、おい。まあでも今ほとんどもう金融か、あ、そっか、俺の場合あれだよな。動画の撮影とかやってるからな。本当は逆に動画撮影用のやつをまた別に、今のスマホはね、動画撮影には向いてないんで、動画撮影用にもう一台買うっていうのが本当は一番いいんだけどな。そんなこと言ったらね、10万20万必要だからな。まあそれはそこまで金かけてやろうとは思わないからな。といったところで到着。お昼過ぎちゃったかな。